だからガラクタなんだよ。あんなに言いたい放題じゃハンクス爺さんも肩なしだな。まあ確かにガラクタだけどさ。相変わらず貴族様は優雅なもんだ。すぐそこの下町で起こった事件なんか関係ねえと思ってんだろうな。自分に害がないと興味も示さない。家でかくしたり身なり良くしたりする前にもっと貴族らしい器のでかさを見せてほしいもんだぜ。光栄だけど移動くらい満足にしろよな。してやんないとわかんねえかな。おい、どうだ聞いたか俺の攻撃。おれ、話し合いの途中に攻撃なんて卑怯だぞ。俺、殴る前に一言いいかって聞いたよな。くそー、こう。おいおい、貴様逃げるな。いや、逃げてるように見えるか。うるさい。おっと、防御でっと。ふっ、防がれた。瞬人剣である。よっと、なんだよ。くぅ、私の技を勝手に防ぐな。で、あーる。むちゃくちゃ言うなよ。まあ、そっちが技で来るならこっちも行かせてもらうぜ。ソーハジン、ソーハジン、ソーハジン。もう一茶言っとくか。次のは痛いぜ。まさかこれで終わりとか言うんじゃねえだろうな。これで終わってたまるか。で、我々の実力はこんなものではないぞ。さて、本気で行くぜ。それはこっちのセリフである。ペアペアペア、そういう、これや、これや、
必殺感謝しろよ、稽古に付き合ってやったんだから。